こんにちは、プチフルール園芸チャンネルのショウです。今週末からプチフルールでは周年祭が始まります。17周年の周年祭ってところ でこういうくじ引きとかも準備してるんですけども、お花も大量に入荷してるのでそちらの方を紹介していこうと思います。パンビオ祭りになってます。プチフルール園芸チャンネル、はい、早速ビオラのあるコーナーに、ね、来ましたけども、今ねここにずらーっと今もビオラががっしり並んでます。パンジーも一部入ってますけどって感じでね、今パンジービオラめっちゃ入荷してるのでめぼしいものから紹介していきたいと思います。今からね紹介するビオラは店頭でももちろん販売してるんですけど、ネットショップでも販売しますので、まだねネットショップに掲載されてないものがあったりした場合はコメントいただければね掲載するように準備進めさせていただきます。はい、でまずね最初はこちらの小輪パンジーのペルクレアです。これはね花日和さんのオリジナル品種で、これまでシェルブリエとかそういういろいろパンジーいろいろありましたけども、その中で今回はペルクレアは結構ね小輪タイプのパンジーになります。なのでこういう割とねちっちゃいんですけど、まあ、パンジーなのかビオラなのかちょっとよくわからないってぐらいのサイズ感ではあるんですけど、十分ねこの存在感ある見た目 でこの結構ねパステルチックな色味のものが多くて、このフリル感とパステルチックとサイズ感っていうところがこのペルクレアの特徴なのかなと思います。で、まあ、小輪ってところでやっぱ花はどれもいっぱい上がってますね。かなり花上がってるように見えます。これは西尾のね錦園芸さんっていうところの苗で、他に入れてあるビオラも錦園芸さんのが多いんですけど、やっぱ錦園芸さんはかなり閉まって花がいっぱいあるいい苗を作る生産者さんなので、やっぱビオラ買うんだったら、まあ、錦園芸さんのやつだなって感じで、まあ揃ってる状況になります。はい、なのでまずはねこのペルクレア一押しです。まあ、色はね色幅結構ありますけど、やっぱねこうパステル系の白とかピンクっぽいのがいいのかなと思いますね。で次こっち側のもう一個隣が、こっちもね花日和さんのオリジナルの品種で、こっちはふわたまっていうタイプですね。なんでこっちもフリル系のビオラになるんですけど、小輪系花がちっちゃいけどしっかりフリルが効いてる、で真ん中が黄色いってタイプですね。やっぱりね白一色っていうよりはちょっと真ん中黄色が入ってる方が可愛いかなって個人的には思うので、とてもねいいかと思います。寄せ植え作るか寄せ植えセット組もうかなって個人的に今考えてます。これ可愛いですよね。やっぱ本当にね花がね結構ちっちゃいんですよ。フリル系でお花がちっちゃいのってそんなないので、これはかなり個性があっていいのかなと思います。やっぱ白なんで多分寄せ植え何でも合いやすいですね。でもう一個横がこっちは身元園芸さんの品種ですね。ふわふわ金魚ちゃんやっちゃんねるさん、ゆるふわ園芸やっちゃんねるさんが名前を付けたっていうやつですね。はい、これはね可愛いですね。かなりこれもビオラのフリルビオラになるんですけど、フリルがね結構しっかりかかってる中でやっぱ色味がねめちゃくちゃいいです。ふわふわ金魚ちゃんっていうだけあってかなり優しい色味だけどもちょっとピンクというか薄パープルみたいな色味で、これねかなり可愛いです。こういうのがね好きな人は多いんじゃないかなって個人的に思いますね。まあ、ラベルも可愛いですけど、はい、今はね花日和さんと身元園芸さんのビオラパンジーを紹介してきましたけど、その身元園芸さんと花日和さんのコラボのビオラですね。身元園芸さんらしいこうウサギタイプのビオラ、結構縦に長いタイプ、こういう縦に長いタイプのビオラ、縦に長いタイプのビオラで、かなり、花日和さんらしい繊細な色味を使ってる、繊細な色味になってるビオラなのかなと思います。で結構これも色幅があって、ここら辺のやつなんかは新進っぽい色味ですけど、これなんかめっちゃ可愛いし、ブルー系もかなりおしゃれだし、でところでこの身元園芸さんと花日和のさんのコラボのビオラもかなりおすすめです。でこっちもね結構色味的には似てるんですけど、これはね6ハーツのホルシスっていうやつですね。こっちも色味はねこういう似た感じで割と綺麗なパステルカラーとか、シンシンみたいな色味のものが入ってるんですけど、6ハーツホルシスの特徴はやっぱ花の形ですよね。普通のビオラと違ってちょっと結構横が長くて下がこうすぼんでる、この形が結構特徴的で、なんかコチョウランとかそういうお花みたいな形になってます。
なのでこう立体的な雰囲気がして高級感があるので好きな人はね好きなんじゃないかなと思いますね。特にこの色なんかは僕かなり好みの色でめっちゃいいなって思います。でもう一個横はここら辺はもうよくある妹園芸さんの定番っぽいタイプですね。こういう虹色かれんとこういうウサギさんのビオラと、こっちはルビーラパン、これはカーメンくんビオラになってますね。カーメンくんビオラのルビーラパン、こっちはね、まあ、毎年入れるやつですけど、まあ、定番で可愛い感じな。で妹園芸さんのやつはほんとしっかりしててね育てやすいのでおすすめです。でこっちのねものは、最近木曜日に投稿した動画でも紹介した、まあ、アイボリーオレンジですね。これもやっぱ可愛いです。でここら辺はねアイボリーオレンジと、あとこっちにあるキューティーアプリコットのパンジー、これもね毎年定番ですけどやっぱりこれが可愛い。でこれもねやっぱ色幅が結構あって、黄色が濃いのとか赤が強いのとか、こういう桃みたいな色味のやつ、僕はこういう桃みたいなやつが一番好きですけど、こういう感じでねどの色もねかなり可愛くてみんなが好きな色って感じになってるのですごいいいです。でこれもねお花が大きすぎない割と中輪系のパンジーになるので、お花がねやっぱりたくさん咲くんですよね。やっぱ中輪系もやっぱいいなって感じです。でこのねパンジーとビオラは錦園芸さんで、あとねこっからもうこっちからぐわーっとあっちに行くまで全部錦園芸さんのビオラで並んでます。で結構いろいろありますけど、やっぱこのブラックもなんかね暗い中でだとあんまり良さが分からない、あのしっかりいい感じに見えるか分かんないんですけど、やっぱこのブラックはねかっこいいですね。黒いしっかり光沢のある感じの花びらで、真ん中が黄色でその周りがねうっすらブルーなんですよ。これがなんか水族館とかなんかそういう深海魚みたいな雰囲気がしてすごい可愛いと思います。であとこっちもこれも小輪系のパンジーのプチグレース、この縁取りが可愛いんですよね。縁取りが白い縁取りが入ってて、これがおしゃれな感じでかなりおすすめです。であとはまあ割と定番チックなビオラが、まあ、とにかくいっぱいある、とにかくビオラが今いっぱいあるので、まあ、これはね自分の好きなものを選んでもらえばいいのかなと思います。かわいい、あこのブルーもかわいいな、これかわいいな。ここら辺もねアンティーク系に行けるタイプですけどね、かわいいですね。でやっぱ毎回このワイン系のモモカがルビーモモカかな、多分そういうルビーとかワイン系の色ですけど、このビオラはね毎年人気がありますね。かなりビオラこんな感じでねいっぱい入ってますので、ぜひね11月にビオラの寄せ植えを作ってみてください。ビオラを植えてからの管理方法だったり注意点っていう動画を木曜日に投稿しておりますので、よかったらそちらの動画も見てみてください。であとはこれちょっと前に入ったやつですけど、このレンゲローズ、これもね可愛いですね。花がねめっちゃたくさん咲くんですけど、いわゆるバラって感じのお花じゃないんですけど、こういうなんていうのかな、うん、なんか結構ねかなりナチュラルな感じの可愛いバラになります。で小輪でたくさん咲くのでねかなり面白いのかなと思います。であとはシクラメンでいうとやっぱジックスですね。このジックスがこういう下向いてるお花、お花が下向いてて風車みたいに開いてるタイプのシクラメンになります。これはねここの額がね結構模様入ってて、ここもおしゃれだったりして、でこのジックスはねこの大きいタイプとこういうちっちゃいタイプ、ちっちゃいポットタイプのジックスがあるので、こっちのやつだったらね寄せ植えに使うこともできます。寄せ植えに使ってるのはこれですね、このよいしょ、寄せ植えに使うとこういう感じになります。これもねかなりおすすめの組み合わせで、このアキランサスとこの白いやつ、ロータスなんとかかんとかっていうちょっと名前忘れちゃいましたけど、このロータスとアキランサスとこのジックスってとこが相性めっちゃ良かったなと思ってかなり気に入ってます。あと、まあ、ガーデンシクラメンもねかなりずらっとあります。でこのねガーデンシクラメンも中平さんっていう長野のね有名なガーデンシクラメンといえばこの人ってとこで作ってもらってるやつで、
しっかりねこれも引き締まってて花がたくさんついてるいい株になります。プチフルール園芸チャンネル。あとはこれからの時期におすすめのネメシアですね。ネメシアも今結構入ってて、ここの今日入ってるのはこのラズベリーパイっていう品種、かなりねパープルと水色ピンク、ちょっとね口では説明しづらいんですけど、本当にねブルーベリーみたいな色味のお花が配置されててとっても可愛いです。で香りも香りは大差しないな、うん、ラズベリーとラベンダーの色味ってことでかなりね可愛くて、で長野のね八ヶ岳の農家さんのしっかり締まった可愛い株になります。で色違いでこっちはレモンパイ、レモンパイ、これはまあピンクとイエローは可愛いタイプ、真ん中が黄色なのでねこれは可愛いんですけど、でレモンパイと、でこっちはデニムですね。デニムみたいなちょっとおしゃれなシックな色味のお花が咲いてるネメシアになります。これもね毎年人気があるネメシアですね。でこっちは逆にかなり目を引く可愛らしさのネメシアで、ゲブラ長豊さんのサーモンピンクですね。これはやっぱね本当に可愛いアプリコットカラーで、本当に寄せ植えのねちょっと真ん中とか後ろで可愛さをかなり出すためにはこのネメシアのサーモンピンクおすすめになります。あとちょっと紹介したいのがブルーの初恋草、こういうお花ですね。こういう初恋草でこれ秋青って品種で、初恋草って、ね、まあいろいろ色ありますけど、こういうピンクのタイプとかもねありますけど、やっぱ青はねかなり色がしっかり濃く出てるので個性があってね、かなり目を引いてくれるんじゃないかなっていうことでおすすめです。はい、であとねレウコフィラムですね。ハートンフェスタで散々売ったレウコフィラムですけども、まだねプチルーにちょっと残ってて、こんな感じでもう11月になりますけどめちゃくちゃしっかり咲いてます。もうもりもり花が咲いてて、もうねそろそろさすがにお花終わりなのかなって思ったんですけど、つぼみもねまだかなりポツ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 とねついているので、まだねもうちょっとねいけそうな感じがあります。この季節がね過ぎちゃうとレコフィラム流通がもう全くなくなっちゃいますので、2月とかにね欲しいなと思っても買えないのでね、このあるうちに確保するようにしましょう。プチルールはねもう店頭にある分でほとんど終わりかなって感じになってますので、まあ、一応ねネットショップの方でも注文いただければ発送はできますので、今年のうちにゲットしておきたいという方はぜひご利用ください。このね時期にぴったりのカラーリーフもね充実してます。毎年定番のこういうマジックドラゴン、秋冬の寄せ植えに嬉しい、この葉っぱがねかなり可愛くてクリスマスも合うし秋も合うっていうお花な葉っぱになりますので、こういうマジックドラゴンだったり、個人的には僕一番好きなドドナイア、これはやっぱね色味がクールだしとにかく枯れないんでずっと残ります。ドドナイアはこれもねなんでかなりおすすめになります。であとは、まあ、ヘイベですね。ヘイベもここら辺なんかはねやっぱり秋冬は嬉しいですよね。冬の寄せ植えにはやっぱヘイベ使いたいなってとこありますので、ヘイベとあとはこういうパコパライム定番ですけどね、こういったものもね入ってますのでね、ぜひ寄せ植え楽しんでもらえるといいかと思います。はい、ということで今かなりねお花充実してますので、ぜひね周年祭の方に遊びに来てください。くじ引きの方ではね実際この箱で、前この箱はね前あのくじ引き寄せ植えをやった時の箱なので、まあ、それで実際にくじ引きができますのでね、それも楽しみにしてもらえればと思います。詳しくはねインスタグラムの方を確認してください。周年祭は11月1日から11月の11日まで開催してますのでね、ぜひその間にご来店いただけるといいかと思います。で今ね撮影してるのが木曜日になります。まだ金曜日も入荷しますし、続々とブランドもののビオラなんかが入荷してきますので、引き続きインスタグラムだったり YouTube の方をチェックお願いします。
もしね明日入荷したものでいい感じのやつがあれば、この写真だけここに貼っておこうと思います。この動画が面白い参考になったと思いましたら、ぜひともチャンネル登録高評価をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。